ターコイズステークスは日本中央競馬会が中山競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。競争名のターコイズは12月の誕生石の一種であるトルコ石。色はヘキやをまたは単緑でその独特な色合いからターコイズブルーとも呼ばれる。トルコでは産出されないがトルコを通じてヨーロッパに輸入されたため。 トルコ医師の名がついたと言われている。貧馬の出走機会を拡大する観点から2015年に新設された。初年度から地方競馬所属馬、外国馬が共に出走可能となっている。以下の内容は2020年現在のもの。出走資格、サラ系3歳以上貧馬負担重量、ハンデキャップ2020年の一着賞金は3600万円で、 以下2着1400万円、3着900万円、4着540万円、5着360万円。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。同盟の特別競争が2014年まで行われており、オープンクラスのハンデキャップ競争だった。コース種別を記載していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も、 原稿表記に揃えている、各界競争結果の出展、ありがとうございます。